次に榎本忠勝議員の質問を許可します。榎本議員。一般質問の機会をいただきましてありがとうございます。早速質問をさせていただきたいと思います。1、本市の資金金融資産活用について、政府は8月9日国債や借入金、政府短期証券を合わせた国の借金の残高が13年6月末現在で1000兆円を突破したと発表いたしました。14年の予算編成にあたって公共事業費など裁量的経費は13年度予算に比べ 10% 減らすが、成長戦略などは特別枠として裁量的経費の 30% に相当する額を充てるなど来年度の財政運営方針をまとめましたが、政府が計画通りに財政健全化を進めても債務膨張に歯止めがかからず歳入不足の状態が続くために国債に依存しつつもいろいろな政策を実施しています。その一つが政府による企業支援です。農林漁業者の経営支援に向けて国主導で設立した官民ファンド農林漁業成長産業化支援機構は最初の支援先を北海道のワイン製造メーカーに決めました。同機構は親ファンドとしてメガバンクや地銀などと個別に組み、全国21の子ファンド総額430億円を設立しました。今後個々の支援先に出資をしてまいります。またクラウドランディングはベンチャー企業の資金調達支援策として、アイデアや技術があっても創業から間もない企業には銀行から資金を借りることが難しいため、事業支援に興味を持つ国民からインターネットを通じて小口資金を不特定多数から集め企業に投資できるようにします。1500兆円に上ると言われる国民の金融資産を活用し成長産業に資金提供の手伝いをする試みです。新しい手法としては空中券の売却による資金の獲得です。この空中券は建物の容積率を別の場所に移転する権利で、利用しなかった容積率を他のビルに移転し、権利の売却により金銭を受け取ります。都市計画法と建築基準法が2000年に改正され、自治体が指定する地域で移転することができるようになりました。過去には JR 東日本は東京駅の丸の内駅舎を復元するときに空中券を売却しました。ここには高層ビルを建設できましたが、3階建てにとどめ、未開発の駅上部分を周辺の開発ビルに計500億円で売却をいたしました。また政府は、首都高速道路の都心環状線で空中線の売却を検討しています。銀座から新富町エリアを結ぶ筑地川区間で、川床を通る道路の上に蓋をして、その上を都市計画に活用する企業に売却し、資金を得る方法です。そこで空中券についてお尋ねをいたします。また、本市のまちづくりに空中券の活用は考えられないのか。次に、地下を活用したまちづくりが枚方市駅前周辺再整備ビジョンにおいて盛り込まれていませんが、お尋ねします。最後に、第二京阪道路や新名神自動車道の地下道路上部部分の利用についてお尋ねをいたします。眠っている国民資産の金融資産を流通させる目的で、来年の1月から始まります、少額投資非課税制度、NISA の活用に必要な口座の開設予約が急増しています。年間に元本100万までの金額の投資を上限に、投資枠が1つ設定できます。5年間で5つで500万円になります。株式や投資信託の上等益や配当が5年間非課税となります。対象となる金融資産は、国内外の上場株式や公募株式投資信託のほか、上場投資信託、不動産投資信託などで、預金や個人向けの国債等の債券、公社債投信、外国為替証拠金取引は含みません。
また14年に1月以降に購入した金融商品に限られます。購入した金融商品はいつでも売却できますが、その分を使って再投資することはできません。NISA が実際に開設できるのは今年10月以降ですが、証券各社は事前に予約を受け付けていて、証券業界全体で200万件を超えた模様です。また金融機関でも口座開設を受け付けていますが、地方銀行ではこの制度を見据えて投資信託の取り扱いを広げています。新たな低リスク型の投資信託や積立投資と中長期で保有する金融商品で 70% を国内債券、残り 30% を日本株や不動産投資で運用します。NISA は14年から23年の10年間が対象ですが、政府は NISA 口座の残高を20年までに25兆円を目標にしています。これにより NISA 口座の利用者は最終的に1600万人ぐらいにまで増えると予想されます。本市の平成24年度の一般及び特別会計を合わせた決算収支状況は、実質収支では約3億円の黒字でした。単年度収支も約1億円の黒字で3年連続の黒字でしたが、前年度に比べ約1億円の減収となっています。市税収入は前年度に比べて約1億円の減収となり、市債は約21億円の増加となりました。今後、少子高齢化の進行により、社会保障費の増大やインフラ整備等による財政負担が見込まれることから、厳しい財政運営が求められます。長野県飯田市は、住宅用太陽光発電設備普及事業を取り組んでいます。第三セクターでファンドを設立し、1億6000万円の補助金を支出、一般から支出金を募り、集まった資金で希望する家庭に無料で太陽光設備を設置しています。本市も資金調達方法として考えられるファンド、PFI、DIS、そのほか考えられる手段についての見解をお尋ねをいたします。併せて、PFI や DIS などの事業者の利益として、上乗せられる金額はどれくらいあるのかも合わせてお尋ねをいたします。2、待機予算について、中学など発生源としたと思われる待機中に浮遊する微小粒子状物質が日本に飛来し拡散をしております。 PF2.5 の濃度が国の環境断定基準を今年1月から6月の間に9日上回ったことが分かりました。九州など西日本を中心に延べ26地点で観測されました。夏の日本列島は太平洋高気圧が覆うため、大陸下の気流が流れ込みにくいが、秋から冬にかけては大陸下の気流が強まると日本への影響が高まる可能性が強くなると言われています。PM2.5 は直径 2.5 マイクロ程度で、スギ花粉の10分の1以下で微粒子、自動車の排気ガスや工場で使う石炭の使用で排出され、吸い込むと肺がんや喘息の悪化につながります。日本の環境基準は、1日の平均濃度が1立方メートル当たり35マイクログラムですが、当面の断定指針として70マイクログラムを定め適用しています。環境基準としては、中国では75マイクログラム、WHO では25マイクログラムで、中国の大気汚染は慢性化し、改善される気配はなく、さらに深刻になりつつあります。秋以降の拡散予想や健康への影響と、国の対策や本市の考え方についてお尋ねをいたします。3、市民の自転車の運転について、歩道を急スピードで走り抜けたり、信号は無視するなど、交通ルールの無視を指摘する声は多く、また自転車運転のマナーが悪さが指摘をされ、年局的に見ても事故が多い大阪府で、民間からマナー向上の指摘を、向上を目指す動きが広がっています。大阪商業商大堺高校では免許証制度を採用し、講習や試験を実施、実技と筆記試験に合格した証しに自動車通学を許可する免許証を発行しています。無灯火や並列走行、ヘッドホンなど違反行為が見つかった場合、1から6点を減点、減点の合計が6点に達すると免許証を返上、自転車通学を禁止しています。
道路交通法の改正を受け、独自の安全講習会の義務受講義務化を検定したのがパナソニック。社員や警備員が目を光らせ、近隣に迷惑をかけるような運転や無灯火等の違反がないかチェックし、駐車場では許可証が貼られているか抜き打ちで検査をし、違反を繰り返す従業員には自転車通勤を禁止させています。北区の天神橋商店街では、商店街の1キロを自転車通行禁止区域にするよう天満警察署に申し入れました。今後も規制導入に向けて大阪府警と周辺道路の環境の改善策についても話し合う予定です。寝屋川市は今年4月1日に自転車安全利用条例を施行しました。それによりますと、自転車は子どもから高齢者までの幅広い年齢層の市民が手軽に利用できる交通手段であり、環境負荷が少なく健康同心の観点からも推奨される乗り物として利用者が増えています。しかしながら、一方で自転車が関わる交通事故が後を絶たず、歩行者等への迷惑運転や危険運転など自転車利用者の交通マナーの低下が問題となっています。寝屋川市はこのことを重く捉え、安全安心で暮らしやすい町を実現するため、条例を制定し、自転車利用者の運転マナーの向上に取り組みますとあります。条例には自転車利用者が学ぶべきこととして、保険の加入の推進、交通安全講習会への実施と、事故者に対する自転車安全運転証の交付を定めています。また自転車安全利用5則を設け、自転車走行は車道が原則、歩道は例外、左側通行、車道よりを徐行、安全ルールを守る、子どもにはヘルメットを着用させると求めています。道路交通法の改正で、自転車の運転に関しては、悪質な違反を繰り返した自転車運転者に対し、安全講習の義務付けは3年程度の間に、酒酔いや信号無視などの悪質な違反をした2回以上の摘発された運転者が対象で、14歳未満は対象外とし、受講しなかった場合は5万円以下の罰金が課されます。そこで、本日の現状認識や動向について、また本日の基本的な考え方についてお尋ねをいたします。4、子どものネット移動について、歩きながらスマートフォンを操作するために人にぶつかったり、誤ってホームから転落する事故も多発しています。鉄道会社では、歩きスマホはやめてねとポスターを駅構内に貼り出し、注意喚起をしております。また電車内では、携帯電話やスマートフォンに夢中になっている大人が数多く見受けられ、私にはその姿は異様に映ります。厚労省は、携帯電話やパソコンに没頭する、いわゆるインターネット依存の中高生は全国で推計51万人を超え、ネット依存が健康に悪影響を与えていると警鐘を鳴らしています。ネット依存とは、ネットの使いすぎで健康や暮らしに影響が出る状態で、悪化すると食事が取られなくなり、栄養失調になることもあるようですが、ただ今はまだ病気扱いにはなっていません。厚労省の調査結果から、病的使用とされる割合は男性 6.4%、 女性 9.9% で、チャットやメールなどに没頭する人が多く、うち睡眠時間が6時間未満が 43%、 調査時点の最近1ヶ月の午前中の体調が悪かったと回答したのは 24% に上がりました。 WHO の国際疾病分類には、現時点ではインターネット依存の記載はなく、病気にはなっていませんが、米国の精神医学会では、科学的に証拠が集まればガイドラインに採用するとして、世界では病気とみなす流れができつつあるようです。横須賀市の久里浜医療センターでは、11年に月にネット依存治療部門を開設。これまでに全国から500人から相談が寄せられ、約150人
が治療のために来院しました。しかし国内には治療ができる医療機関がほとんどないのが実情で、支援にあたる自助グループもあまり育っていません。今後、医師や臨床心理士を育成し、心理体制を整えていくことが急務です。本市の認識と学校の実態及び今後の指導管理体制についてお尋ねをいたします。5番、防災について。国は防災の日の1日、大地震に備えた防災訓練が実施されました。死者が最悪32万人上がるとされる南海トラフ巨大地震を想定し始めた総合防災訓練を実施しました。消防庁によると、訓練の参加予定者は約133万人で、四国や九州では雨や雷の影響で訓練を中止する自治体もありました。大阪府では5日午前11時に、区域の携帯電話に訓練情報を送信する第2回大阪880万人訓練を実施しました。エアメール、緊急速報メールに加え、登録制の大阪防災メールやヤフー防災速報でも訓練を送信しました。11日には J アラートを使った自動放送試験が全国一斉に行われました。それでは順次質問をしてまいります。1、避難所に避難をするために集まる第一次集合場所が必要です。普段、集合場所として使われている場所が災害発生時の集合場所としては適切ではなく、逆に家から遠回りになったり、避難所へ行くには遠くなる場合があります。災害の後、余震から身を守りながら集まり、点呼はじめ安否確認をし、次の行動に移るための時間や集合場所は大変大切です。十分な論議と確認を必要としますが、見過ごされていて検討されることは今までありませんでした。それであえてここで取り上げ、その重要性についてお尋ねをいたします。2、今の基準では避難所の1人当たりの面積が狭く、また想定される数以上に住民が避難すれば避難所がさらに狭く混乱は避けられません。想定外に備えた余裕のある避難所の確保が必要と考えますが、お尋ねをいたします。3、普段行う訓練としては次のようなことが考えられます。防災チェック項目として、家具の固定、防災袋、常備薬の準備もしくは品名登録、災害時の家族との連絡方法、困った時の人の助けを求められるか、食料品等のほか等が考えられますが、いつどのように訓練をしていますか。避難経路は複数路必要であり、その確認はどうしていますか。安否確認の分担と方法及び伝達手段はどうしていますか。簡易型図上訓練 DIG の地図上に被害状況を書き込みながら、災害時の対応や防災上の課題を洗い直し、より具体的な平常時の取り組みを促しますとありますが、この訓練の結果やその課題と取り組みはどうなっていますか。災害発生時に避難者が一定期間生活拠点として利用する避難所の運営は、マニュアルに開設、運営、管理、活動と事細かく記載されていますが、具体的な訓練、学習、検討等についてお尋ねいたします。次に、東南海、南海地震の発生に備えて市民を守るための建築物の耐震化は大切なことです。本市の建築物の耐震診断についてお尋ねをいたします。5、市内にある傾斜地や金華所についてはどのような対策を講じていますか。また、本市は国府が検証した津波被害の想定区域には入っていませんが、想定外のことが起こらないとは限りません。どのような場合を想定して、そのような場合を想定して、避難ビルの検討や指定をする予定はないかお尋ねをします。5、大阪府下の空き家では50万件に上り、その有効利用が求められています。人口の減少と核家族化などから空き家が増え、府下の空き家は50万件に上っていて、今後ますます増えていくのではないかと心配されています。そこで市内の空き家の状況や取り組みについてお尋ねをいたします。6、消防団員と防災リーダーの育成について。東日本大震災では254人の消防団員が犠牲になりました。無線機が一部の団員しか配備されなく、
消防本部などからの情報伝達が行き届かずに津波からの避難が遅れ、多くの犠牲者が出たからです。無線機装備やその他の装備の拡充は図られます。地域の実情を熟知していて、住民で構成している消防団は火災の風水害などから発生した時の初期動の活動を行うなど被害の軽減に貢献をしていますが、最近は若手団員の不足が言われております。本市の状況についてお尋ねをします。また防災リーダーの育成についてもお尋ねをいたします。以上で1回目の質問を終わらせていただきます。池水都市整備部長。1、本市の資金調達法についてのうち3点のご質問にお答えいたします。最初に空中権についてお答えいたします。空中権は都市計画で特例容積率適用地区を決定し、その地区内において指定容積率の一部を建築敷地間で移転することを認める制度に基づくものでございます。本制度の活用にあたりましては、道路などインフラ整備での負担に支障が生じないこと、また歴史的建造物の保全など個別の事情から指定容積率を利用できない場合に他の敷地を活用することにより区域全体の高度利用が図られることなどが求められており、鉄道網や幹線道路網などが発達している都心部において制度活用が見込まれるものと考えております。ご質問の東京駅周辺の大手町、丸の内、有楽町地区では歴史的建造物である赤レンガ駅舎の復元保全に必要な資金の調達と周辺の容積率の需要を満たすための本来の指定容積率以上の高層ビル化を目的としてこの制度を活用されており、全国でも当地区のみとなっております。本市の枚方市駅周辺でこうした制度を活用することにつきましては現時点では厳しいものと考えておりますが、東京駅周辺における連鎖型のまちづくりなど先進的な取り組みについて参考にしてまいりたいと考えております。次に地下街につきましては、地下歩道とそれに面する店舗事務所などにより一体の地下空間を形成するもので、大阪府内にある地下街はすべて大阪市内に設置されております。地下空間の利用につきましては地上で建設する場合に比べ建設費や維持管理費が増大すること、また防災防犯上の対策などのさまざまな課題がございます。枚方市駅周辺再整備ビジョンでは町全体にゆとりを創出することによって町の回遊性を向上させにぎわいのある町の形成を図ることを目的にしておりますことから、まずは地上部での有効活用について検討していきたいと考えております。次に第二京阪道路等の上部利用についてお答えいたします。第二京阪道路の長尾東トンネル、長尾大トンネル及び津田東トンネルにおきましては、道路や道路付属物の管理に関する協定を国等と締結し、二掛部を緑地などとして上部利用を行っております。また、現在事業中の新名神自動車道の地上部におきましては、新名神自動車道の地下部におきましては、基本的には用地買収や既存建築物の除却を行わず、区分地条件を設定した上で道路を建設される予定でございます。次に5、防災についてのうち2点のご質問にお答えいたします。最初に建築物の耐震診断についてお答えいたします。本市では平成9年に既存民間建築物耐震診断補助制度を創設し、耐震化の促進に取り組んできているところでございます。耐震診断に関する補助につきましては、昭和56年5月31日以前に建築された建築物を対象に、木造住宅は
診断費用の9割、4万5千円を上限とし、また、共同住宅などの特定建築物は5割、100万円を上限に補助しております。これまでの実績といたしましては、平成24年度末までに住宅は618戸、特定建築物は11棟、また、今年度におきましては、8月末現在で木造住宅86戸の耐震診断補助の交付決定を行っております。次に、空き家の状況と防災面における空き家の活用についてお答えいたします。国が実施しました平成20年住宅土地統計調査によりますと、枚方市内の住宅総数約17万8千戸に対し、空き家率は 12.5% となっており、大阪府平均の 15.2% よりも少ない状況でございます。次に、災害が発生した場合の空き家の活用につきましては、東日本大震災において、大阪府や UR 都市再生機構などと空き家の情報の共有化を図り、被災者の入居に関する相談対応を行いました。また、市内の民間住宅の無償貸与の登録にも取り組み、40件の申し出がございました。被災された方からは、21件の住宅相談があり、そのうち民間住宅へは入居希望と条件のあった1件が入居されました。今後も災害時の空き家の活用として、公営住宅や借り上げ民間住宅への一時入居など、被災者ニーズの把握に努め、府や近隣自治体等と連携を図りながら、居住の確保に努めてまいります。北村財務部長。本市の資金調達方法についてお答えいたします。まずファンドにつきましては該当する取り組みはございませんが、類似の取り組みといたしまして、市民や企業等から NPO 活動応援基金への寄付を募り、 NPO 活動のための資金調達を行っております。また PFI 方式やリース方式の取り組みにつきましては、学校園等へのエアコンの一斉整備に際して PFI 方式を活用しており、リース方式につきましても、電算システム機器等の導入にあたり活用しております。最近のリース方式による新たな取り組みといたしましては、淀川衛星事業所内に大型太陽光発電設備を設置し、これについては売電収入も得ております。このほか、市民を購入対象者とする市場公募地方債を発行いたしまして、南部市民センターや中央図書館等、公共施設の建設資金の調達や、私有財産の有効活用を図る観点から、未利用地の売却処分等を進めております。次に、PFI 方式やリース方式における民間事業者としての利益の上乗せにつきましては、一概に申し上げることはできませんが、例えば、学習環境 PFI 事業の場合で申し上げますと、SPC の資金調達額5億円に対し、CAP 償還手数料は約3500万円でございました。リース方式の場合ですと、金額や年数等により変動いたしますが、一定のリース利用率による上乗せがございます。今後も健全な財政運営を維持していく観点から、さまざまな資金調達方法を視野に入れ、効率的かつ安定的な取り組みを検討していく必要があると考えております。岩田環境保全部長。大気汚染についてお答えいたします。本市における PM2.5 の現状としましては、平成24年度の測定結果を見ますと、日平均値が短期基準の35マイクログラムを12日上回ったため、環境基準を達成できませんでした。また本市ではこれまで注意喚起の試飲値を超えた日はありませんでしたが、府内では試飲値を超えた日が今年の3月に1日ございました。PM2.5 は季節的な変動が見られることから、今年の秋以降につきましても、昨年度と同様に、冬季から春季にかけて、濃度が上昇する傾向が見られると予想されます。また、呼吸器系疾患など、健康への影響が懸念されていることから、議員
お示しのとおり、国が注意喚起のための暫定的な指針を定めるとともに、発生源や生成メカニズムの解明に取り組み、東アジア地域における大気汚染防止対策をより積極的に推進するなど、環境基準の達成率向上に向け、対策の一層の推進を図る必要があるとしております。本市としましては、国の動向を注視しますとともに、今年度中にワニ公園局に PM2.5 の測定器を増設し、市内の状況把握に努めてまいりたいと考えております。小山土木部長。3の市民の自転車の運転について、本市の自転車の安全利用に関する考え方と施策についてお答えいたします。自転車は日常生活における身近な移動手段として幅広く活用され、また近年においては利用形態の多様化も見られ、将来の都市交通を考える中でも自転車のモビリティとしての役割は大きく重要なものでありますことから、市民が快適で安全に自転車を利用できる環境づくりと、自転車利用者の交通ルールの遵守やマナーの向上対策が大切であると考えております。交通安全対策につきましては、安全教室を年間約120回実施しており、とりわけ自転車利用に関する安全教育としましては、小学校3、4年生を対象とした自転車教室で実技指導や筆記試験による効果測定を行った上で、交通ルールやマナーを習得した児童に対し修了証として自転車安全運転免許証を交付しております。また市民に対しては広報やホームページをはじめ安全運転講習会の場などを通じて自転車安全利用5則の周知活動を行うとともに、自転車利用者に対する損害保険の加入や自転車安全整備制度 TS マークの活用を働きかけているところでございます。そのようなことから自転車の安全利用に関する条例につきましては、本市の施策の効果検証や制定時における制定後の効果などを注視しながら今後の検討課題と考えております。また平成25年6月の道路交通法改正では、路側帯通行や自転車運転講習会の受講命令などの自転車の安全利用に関する新たな規定が設けられましたので、法制公後は周知啓発活動を行うとともに、警察を中心として各関係機関が連携した交通安全対策を講じていくよう考えております。今後とも自転車の運転マナー向上に向けた啓発活動と、安全で快適な自転車通行環境の整備を両輪とした交通安全対策を進めてまいります。石田学校教育部長。はい。4、子どものネット依存についてお答えします。インターネットにつきましては、今後もさらに社会や生活の中に浸透していくものと考えられますので、子どもたちを取り巻く環境としまして重要な課題であると認識しております。各学校では家庭におけるインターネットサービスの利用実態等につきましては、全国学力学習状況調査の質問紙調査等で把握に努めているところでございます。その中では1日に4時間以上利用していると回答している児童生徒もあります。インターネット等の長時間利用がネット依存を誘発する可能性があることから、インターネットサービスの適切な使用につきましては保護者と連携を図りながら児童生徒に指導するとともに、ネット依存の危険性について児童生徒保護者に啓発してまいります。佐藤市民安全部長。はい。5、防災についてのご質問に順次お答えをいたします。まず避難所へ避難する前の集合場所の件でございますが、いわゆる一時避難所や緊急避難場所については、それぞれ地域の実情に合わせ地域で選定していただくこととしております。場所は大地震等で建物倒壊による危険などが及ばない安全な場所を推奨しており、
ご自身の安全確保とご近所同士の安否確認等を行っていただくのに大変有効であると考えております。ご質問の趣旨を踏まえ、航空自主防災組織ネットワーク会議等で啓発してまいります。次に避難所の面積についてでございますが、現在は1人当たり2平方メートルとして避難所の有効面積の8割で収容人数等を算出しており、これ以外に第二次避難所もございますが、議員ご指摘の点につきましては他市の事例なども参考に今後研究してまいります。次に防災訓練についてでございますが、防災チェック項目の確認や避難経路の複数路選定については平時から行っていただくことの中で重要度が高いものと考えており、議員ご指摘の趣旨を踏まえ自主防災ネットワーク会議等で周知をしてまいります。安否確認の分担と方法および伝達手段についてでございますが、地域において事前に決めておきルール化しておくことが必要であると考えており、合わせて啓発してまいります。次にいわゆるディグ訓練の実施状況でございますが、平成22年度から開催をしております地域防災推進員育成研修会において実施し、各校区におきましても実施していただけるよう啓発をしているところでございます。地域から実施のご相談があった際には積極的に職員も出向いてディグ訓練を行っております。避難所運営訓練についても啓発を行っており、実施している校区もございますが、全体的にはなかなか進んでいないのが現状でございます。引き続き啓発をしてまいります。次に傾斜地の危険箇所対策についてお答えをいたします。国が定めた点検要領に基づく急傾斜地崩壊危険箇所は市内に120箇所ありますが、このうち急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく指定区域は10箇所あり、この区域につきましては大阪府により崩壊防止工事が実施されております。他の区域につきましても速やかに区域指定を行い、必要な措置を講ずるよう今後も引き続き大阪府へ要望してまいります。また市内に156箇所の土砂災害警戒区域を大阪府から指定を受けておりますが、危険発生時の避難経路の準備などのソフト対策について大阪府が方針化を進めているところであり、その動向を踏まえ対策を進めてまいります。次に避難ビルの検討や指定についてでございますが、議員お示しのとおり本市は南海トラフによる大地震での津波被害地域には入っておりませんので、現時点では避難ビルの指定は行っておりませんが、万が一の洪水に備え浸水想定エリアや避難場所へ避難できなかった時の緊急避難場所や注意事項などを記した洪水ハザードマップを作成し市民に配布をしているところでございます。引き続き洪水時の避難や日常の取り組み等について啓発を行ってまいります。次に消防団員の育成についてでございますが、消防団は11の分団で構成されており、分団ごとで差はあるものの若い方の加入率の低迷は共通の課題の一つであると考えております。現在消防団幹部とコミュニティ連絡協議会役員と防災に関する意見交換を実施しておりますが、若者の防災意識の啓発に向け学校防災教育の充実などについても検討を行ってまいります。合わせて若者の消防団への加入のほか、地域事業への参加促進につきましても地域や関係機関と連携を図りながら効果的な方策について研究してまいります。また防災リーダーの育成につきましては、平成22年度から地域防災推進育成研修会を開催して約540人の防災リーダーの育成に向け取り組みを進めているところでございます。この研修会につきましてもサラリーマンの方や学生などの方の若者が参加しやすいよう内容やカリキュラムなどについてさらなる検討をしてまいります。榎本議員。それぞれにご答弁をいただきましてありがとうございます。2回目の質問をさせていただきたいと思います。まずは2番目の大気汚染についてでございます。PM2.5 が健康に与える影響が大きくなると予測された場合の注意喚起は大阪府が行うことになっていますが、実際は府に代わり
枚方市が行うこととなり、若い世代への健康への影響を考えるあらゆる方法で周知を図る必要があると思います。幸い枚方には FM 枚方、KCATなどのすでに手段があるわけでございます。それで今後枚方市、今のところどこの市町村もこの予報、いわゆる注意喚起については行っていないのが現実ではございますが、他に先駆けて枚方市がこの PM2.5 の予報を防犯行政無線やこの枚方、KCATほかメールの利用にをされてはどうかと思いますが、お尋ねをいたします。岩田環境保全部長。はい。PM2.5 に関する注意喚起につきましては、大阪府において府の防災情報メールの配信により府民への周知を図っております。本市では大阪府が実施する防災情報メールの配信により確実かつ迅速に本市の市民に情報が伝達されると考えますことから、一人でも多くの方に登録していただけるよう、大阪府の取り組みについて広報や市のホームページで市民への周知を図るとともに、 PM2.5 に関する情報と注意喚起についてのお知らせを市のホームページのトップページにあります重要なお知らせに掲載し、 PM2.5 の状況をすぐに確認していただけるようしております。さらに注意喚起情報が出された場合には、市の関連施設において掲示するとともに、FM 枚方でも放送するよう連携を図っており、一人でも多くの市民に情報が伝わるよう努めてまいりたいと考えております。また、PM2.5 の一時的な濃度上昇による健康への影響が現時点では明らかでないことなどから、防災行政無線での広報については、今後、知見の収集により判断してまいりたいと考えております。榎本議員。すでに、光化学スモック情報などは予報として流されておりますし、テレビのデータ通信で、天気予報の欄でですね、PM2.5 の予測を放送しております。今ご答弁いただいた健康上への影響が現時点では明らかではないと、こういうことでございますが、肺がんや気管支喘息を患う皆さんにつきましては、また健康な幼い子どもの健康を考えたときには、やはり予報を事前に出すということは非常に大事なことでございます。我々年寄りはもうあと何年も生きられることはないんですが、子どもがやはり成長していく過程の中で、この微粒 PM2.5 等の蓄積を考えますと、非常に健康上不安でございます。どうぞ、先ほど申し上げましたように、枚方は FM 枚方があり、そして KCAT というテレビもあるわけでございますので、行おうと思えば、さほど費用的にも負担がなく、やる気があるかないかだけで、実施できることだと思いますので、ぜひ他の市に先駆けてですね、枚方はこういうことをやってんだということで先んじて進んで取り組んでいただきますように要望とさせていただきます。次に、3番目の市民の自転車の運転について2回目の質問をさせていただきます。本市には枚方の市駅から枚方市役所東信号までの歩行者専用道路がございます。この道は自転車走行禁止になっているんですが、一向に守られていません。自転車の走行禁止をするのであれば、それを徹底すべきではないかと考えますが、お尋ねをいたします。小山土木部長。はい。ご指摘のふれあい通り、市道市役所前線ですが、当該道路は道路交通法において歩行者用道路として規制されております。
しかしながら現状では自転車に乗ったまま走行する車両が後を絶たないことから、本市においても道路管理者として警察の規制標識のみならず、啓発看板、路面表示等を持ってこれまでから指導啓発に努めているところです。今後はさらに啓発活動の強化に努めるとともに、警察に対しても取り締まり強化を実施されるよう働きかけてまいります。榎本議員。続きまして4番、子どものネット依存について質問をさせていただきます。先ほどのご答弁の中で私が質問をさせていただきました認識実態等々が欠落をして、答弁に欠落があったと思います。そこで再度お聞きをしたいと思うんですけれども、まずご答弁の中で全国学力学習状況調査の質問紙調査で把握に努めていると、こういうご答弁がございました。何をどのようにされているのかお尋ねをいたします。佐藤氏、石田学校教育部長。まずネット依存に対する認識でございますが、先ほど冒頭にお答えしましたとおり、現在ネット依存非常に子どもたちの中に浸透してくる様子がうかがえます。これについては非常に危機感を持って考えているところでございます。また実態の把握、学力学習状況調査の質問紙調査の中に、子どもたちに対しましてインターネットあるいはゲーム、これをどれぐらいの時間使っていますかといったような質問がございます。この中で4時間以上、1日にですね、4時間以上利用しているといった回答の児童生徒が、10% 弱ございます。このあたりにつきましては各学校それぞれ答えた児童生徒に対しまして個人懇談、その他で保護者も交えた中で使い方についてどう指導あるいは啓発といったようなことで取り組んでおります。以上です。榎本議員。本市の学校での実態についてお尋ねをさせてあります。石田学校教育部長。本市の学校全体の実態につきましては、この学力学習状況調査あるいは学力テストを含めまして8月下旬に結果が届いております。ただいまその結果に対しまして各学校また市教委としまして分析を行いまして、10月にその内容について公表していくよう今内容の調査をしているところでございます。榎本議員。そうしますと本市本校の本市の中の学校での調査はすでに済んで、データが間もなく集計をされる、こういうことでございましょうか。石田学校教育部長。はい、今そのデータをもとに集計して結果分析を行っているところでございます。榎本議員。そのデータがいつ頃公表されるんでしょうか。石田学校教育部長。はい、各学校および市教委にで発表の方は10月を現在のところ予定しております。榎本議員。本市の子どもには携帯電話を学校に持ってこさせないというふうに指導されていると伺っております。そうしますと子どものスマホ携帯電話等の利用というのは当然家庭といいましょうか、学校を離れた場所でその利用があるわけでございますけれども、それをどのようにしてお調べになったのかお尋ねしたいと思います。石田学校教育部長。はい、
全国学力 学習状況調査と申しますのは、質問紙が100項目ほどですね、質問項目がございまして、100項目足らずですが、項目がございます。で、小学校6年生、中学校3年生の児童生徒が、自分の当てはまるものに丸をして、それを全文科省の方が、集計をしまして、その結果が学校の方に届くという形になっております。榎本議員、厚労省の発表と同じもののように映るんですけれども、仮に 10% あるいはそれ以上の数字が出たとしまして、やはり病的な使用といいましょうか、利用があるということになりますと、将来的にどのような施策を取られる予定でしょうか。石田学校教育部長。はい、使用状況、使用時間については今申し上げた調査で分かるわけですが、この分が病的の部分で、っていうところまでこの調査で把握することはできません。このあたりにつきましては今後の課題でございますが、保護者の方とあるいは児童生徒と直接話する中で、使用状況について、使用時間について、やはり学校が指導していく、話をしていく、また保護者と先ほど申しましたように、長時間のインターネットその他の利用になりますと依存症と、ネット依存という形の危険性がありますということを保護者の方にですね、啓発をしっかりしていきたいと考えております。榎本議員、病的な扱いは現在されていないということですけれども、世界的に流れが病気扱いということでございますので、やはり子どもの健康を考え、将来を考えますと、ぼつぼついろいろな問題を取り掛かっていかなきゃいけない、そういう時期に来たんじゃないかと思いますので、しっかりと対応いただきますようにお願いを申し上げたいと思います。次に防災でございます。この防災について、大阪府は5日の大規模訓練は2回目で単なる受信確認にとどまらず、住民の避難訓練や対策などと連動させる自治体が多く、府も送信手段の充実、改善などを図っています。橿原市では11時の一斉速報に合わせて、住民と合同で避難や避難所設置の練習を行い、学校でも同時に避難訓練を実施しました。11日には国から発信される緊急情報の周知に活用する J アラートを使った自動放信システムを全国一斉に行われました。このらの訓練は災害から命を守るために何をすべきか、地域では日頃の備えを見直すとともに課題を確認するための大切な機会であります。失礼しました。寝屋川市では9月号の広報の一面、ご覧いただきましたら、9月議会の予定を載せた以外はすべて、防災に関するものでございます。9月は防災月、1日は防災日、みんなで災害に備えましょう。9月は防災月間です。風害の対策、大雨対策事業、地域での防災活動では活動に参加して、地域の防災力を高めることに、とともに、いざというときに備えましょうと訴えています。また3面では、1面で書き入れなかったこのほど初めて取り入れられました特別警報、この間も18号台風で京都府ほかが特別警報が出ましたが、
この特別警報開設をし、出た時の対応や注意喚起が図られています。ところが枚方市の広報9月は防災月間でありながら防の一字も記載はありません。本市の防災への取り組みや防災の市民への周知案内はどのようにされたのかお尋ねをいたします。佐藤市民安全部長。9月1日の防災の日に関しての、本市の取り組み等についてでございますが、本市では毎年1月15日から21日までの防災とボランティア週間に各種訓練や市民啓発などを実施してまいりましたが、9月1日を含む1週間が防災週間と位置づけられていることなどから、大阪府が実施した大阪880万人訓練を市民への防災啓発の機会と捉え、広報枚方や市ホームページ、コミュニティ連絡協議会や自主防災組織ネットワーク会議を通じて積極的に訓練参加の周知を図ってまいりました。また市内部におきましても880万人訓練に連動して市民の安全確保など災害時に取るべき行動を執務に影響のない範囲で取るよう周知するとともに、時間外での地震発生を想定して職員の参集可否及び安否情報の確認訓練も実施したところでございます。今後は議員ご指摘の点も踏まえ、防災の日、防災週間の取り組みについても検討し、さらなる防災意識の啓発に取り組んでまいります。また特別警報の運用開始につきましては、広報枚方8月号に掲載するとともに、コミュニティ連絡協議会等を通じて周知を図っておりますが、防災に関する重要な情報につきましては時期や方法などについて検討を行い、効果的な周知啓発を行ってまいります。榎本議員。防災の中の空き家情報でございます。ご答弁をお聞きしますと、単に統計上の数字でございまして、実際の本市の状況を把握する必要があります。各自治会にその旨をお願いをすれば手数がかからず簡単に集めることができるように思います。こうして集めた情報をもとに、私が行っているような空き家の活用、グループホームに転用したり、賃貸住宅、さらには分譲の手伝いと有効な空き家対策が行うことができます。そのためにはまず情報を得ることが必要であります。空き家の適切な管理がなされなければ、防犯や防災の考えるときより安全安心となります。今後の取り組みについてお尋ねをいたします。佐藤市民安全部長。お答えいたします。ご指摘のように老朽化した空き家が放置されますと、倒壊の危険や犯罪を誘発するなど、また草木の繁茂や火災などを招く恐れなど、周囲に悪影響を及ぼすことが危惧されます。何らかの対応が必要と考えられる空き家を把握しておくことは、苦情等の連絡があった場合に迅速に対応できると思われますが、市が主体的に市内全域の空き家の実態を把握することは現状では困難であると考えております。空き家の実態調査につきましては、議員お示しのとおり自治会等と協力した取り組み手法なども含め、今後関係部署とともに調査研究をしてまいります。榎本議員。自主防災会は自治会を中心に小学校区単位でコミュニティで結成をされております。災害時には避難所の運営に当たりますが、その日に備えた地域の緊急時の把握や防災予期台の保管整備、防災訓練を実施をしていますが、自治会の構成員のが高齢化やあるいは自治会未加入者の増加などで組織率が低下し、存続の危機にある自治会もあります。今後の活動に不安が残っています。地域で知恵を絞り工夫をしていますが、若手住民の参加が望めなく、行政からの援助を期待しています。まず学生にボランティア活動の奨励と大学に協力を求め、子どもにはボランティア教育を実施し、将来若者に理解と協力を得るためのプラン作りが必要と思いますが、いかがでしょうか。お尋ねをいたします。佐藤市民安全部長。お答えいたします。自治会活動の今後に関してということでございますが、
自治会役員や自主防災組織の高齢化につきましては、若者の参加促進について研究していくとともに、若者はもとよりすべての市民に対し、自治会活動の参加の重要性を発信する必要があると考えております。また、自らの命は自らで守るとの精神に基づき、自助・共助が防災の根幹であると考えており、その延長線として、ボランティアの活用は地域の防災力向上のためにも期待できるものと考えております。学生や NPO 団体などの地域へのボランティアへの参加促進に向けて研究を行ってまいります。榎本議員。いざ災害が発生すれば2、3日ぐらいは住民自身の力でことに当たることほかなくですね、その機能が十分に発揮できるように 平常時から準備と訓練が求められます。そのためのマニュアルがあれば重宝します。マリアに基づき第一次集合場所の選定、避難所の確保、避難所の確認、間違えました、避難所の確認と避難所の確保です。訓練内容は会員型図上訓練や避難所運営訓練を中心に行い、毎年考えられる問題を解決していけば無理なく飽きなく行うことができます。肝心なのは市民に対して地域でこれらの訓練を行うための援助や助言が必要です。それが行政の何よりも大事な仕事であると思います。行政に求められるのは市民が自ら活動する上でいかに有効に活動できるか手助けをすることにあります。以上をもちまして私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございます。これにて榎本忠勝議員の質問を終結します。